お台場 TV、わっちみ TV をご覧の皆さん、こんばんは、服部亜美です。毎週金曜日のこの時間は、お台場レインボーステーションの時間ですよ。待ってたか、ベイベイ、ベイベイ。さて、今週のメンバーは、はい、第14期シーサイドイメージガールのミスこと、桃井みすずと、同じく長松ひかるです。なんかね、今日はテンションが低く見えるらしいですよ、私たち。大丈夫か、ベイベー。雑だな、桃井さん。今日やたら桃井って呼ばれる。大丈夫。隠し兵器の桃井みすずがいるからね。大丈夫。ヒカルンルは引っ張られようね、はい、一緒にね。大丈夫です。一緒に、はい、引っ張られれば。あゆみさんも引っ張ってください。いや、それはちょっと。なんでそれ両方こうなんですか。真ん中だからです。なるほどね。頑張ります。それでは、その隠し兵器ミス、本日のラインナップ、元気よくお願いします。はい。午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、イメージガールがおすすめ商品を紹介するシーサイドマルシェ、そしてシーサイドお台バトルと続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティは空耳がお送りします。最後はエンターテインメント情報。今週は本日から公開の映画チャイルド44、森に消えた子供たちとアベンジャーズ、エイジオブウルトロンをご紹介します。今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それでは3人で頑張るぜベイベー、いくよ、せーの、頑張るぜベイベー。お台場レインボーステーションスタートです。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、服部亜美です。はい、第14期シーサイドイメージからの桃井みすずです。同じく長松ひかるです。今日から7月のラジオがスタートしますね。7月、7月も3日ですから。早い、下半期、6日みたいになっちゃった。下半期ですね。下半期が始まりました。なるほど、はい、ですね。そう、6月が半分でしょ、1年の、うん、そう、上半期が終わった。そう、終わったの。早いなね。早い。なんかね、さっきスタッフの方に言われたんですけど、うん、テンションが低く見えるらしいと。テンション、私たちが今日服の問題じゃないですか。そう、なんか暗いじゃないですか。自分にちゃんと確かに紺と白だし、私ミスは何々、 おばあちゃんみたいな、黄土色に黒ベージュっぽい。ちょっと下履いてないみたいで、うん、セクシーなんだよ、うん、短めでね、見えないだろう。ラジオの人はそうそうしながらインストリームをつけることでしょう。そしてヒカルンルンはここだけテンション高いよ。グレーと白のボーダーで、袖だけ、袖だけなんかちょっと広がりというみたいなね、ボッサーって感じ。一部だけテンションが低いということでね、考えました。はい、テンションが上がるための、選手先生みたいな、選手先生してもらおうと思って、はい、私が言うことをね、繰り返してください。リピートアフターミー。テンション上げていくぞ。テンション上げていくぞ。上げて、上げすぎて天井が飛ぶぞ。上げて、上げすぎて天井飛びませんよ。床も抜けるぞ。床も抜けるぞ。おお、ほら光る。言ってないよ。かぶったな。あのね、うん、はい、テンションが低く見える理由は、なんか多分雨だからだと思うんだよね。それな、そう、それですよ。でね、なんか7月7日の七夕が近いじゃない。はいはいはい。7月7日も雨らしいみたいな、今年もですか。テンション下がるじゃないですか。下がる。だからこそ、こう、テンションが上がるお願い事を今から考えようっていう。おお、どう、いいです。どう、はい、いいじゃない、いいです。じゃあ、ヒカルンルン。私、うん、私は、お笑い、うん、バナナマンが大好きなんですけど。テンション上がったね、今。そう、上がった。バナナマンさん。笑顔になった、急に。そう、毎年ライブに行ってるんですけど、うん、今年はちょっとチケットが外れちゃったので、うん、ファンクラブのチケットが。ファンクラブも本当に好きな人だね。すごい。だから、そう、一般で当たりますようにというお願いです。あ、外れても一般に行くんだね。そう、何としても行きたいんで、はい。いい、それはしかもテンション上がった。いい感じに口角が上がった。頑張ります。ミスは？私はもう直球です。売れたいです。いつも切実だね。もう切実ですよ。うん、人生かけてますから。そう。ねえ。でもね、毎年短冊にね。書いちゃう、書いちゃう、いっぱい書いて、いっぱい書いて、しゃべってツイッター。分かった、じゃあ今年ツイートするわ。そうそうそう、庭に笹生えてるから潰して。生えてんの？生えてる。パンダなの？パンダじゃないんだけど、笹ボーボーしてるから潰して。ほう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 。ツイッターするからみんな拡散してください。私リツイートするわ。ありがとう。リツイートしてやめて、リツイートしてやめて、リツイートする。それ意味なくないですか？定期的に上がる。はいはいはい、はい、ありがとうございます。あゆみさんは？私はね、モノマネ番組にそろそろ出たい。モノマネ番組、そうですね。うん、いつもだって
そういっぱいありますもんね。やってるでしょ。バリエーションリストもあるしね。そう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 。なんかやってほしいのあるんでしょ。あ、じゃあじゃあ、あ、おはよう、かなちゃん。はい、私たち、今、アイドル、週末、サラエマ、マイラクラバー Z の桃田かな子です。もうすぐ、茶摘みの季節なので、頑張っていきたいです。よろしくお願いします。割とうまい。割と、割とって言われた。アイドル好きに割と。え、なんかすごいな。かなちゃんの声ってすごい特徴あるから、難しいのよって私、うん。ありがとうございます。すごい。そう、なんか、後でミスもね、なんかできるらしいから、やってもらおうと思いますが、まあ、それは、後でにして。後でにするんです。番組インフォメーションを元気よく、ミス、お願いします。はい。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。フジテレビラボ LLC が運営するネットテレビ局 Watch Me TV でもご覧になれます。どちらも音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。そしてさらに iPhone の無料アプリチューインラジオでもこのラジオをお聞きいただくことができますので、 iPhone をお持ちの方はぜひダウンロードしてみてください。はい、ミスありがとうございます、はい、ではここで1曲お届けします。テンションマックスになる1曲のテーマでヒカルンに選曲してもらいました。曲紹介お願いします。はい、チャイでサマーダーリング。うん、お、上がるいいね、もう前奏で上がるね。さあさあ、なんかさっきバナナマンって言ってたから、うん、漫談の CD とかかかったらどうしようかってちょっと思ったけど漫談、そうそうそう、どういう時にテンション上げて聴くの？この曲？そうそうそう、この曲はなんかやっぱりこれ夏なので、うん、やっぱなんか電車とかで私聴いてるんですけど、うん、なんかもう勝手になんか踊っちゃうじゃないですけど、うん、電車でちょっと体が動くぐらい。おお、結構上がってるよ。結構上がってる。それ、ちょい恥ずかしいぐらいだね。そう、変な人だと思われてるぐらい。エアギターみたい。たまにいますよね、なんか。ああ、私かな。なんかまあ、こうなっちゃう人そう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 。私なる、結構。本当に、うん、踊るアイドルの曲とかだとなるよね。手振りちょっとやっちゃうときあるかも。そうそうそう。振り付け出ちゃうみたいな。ヒヒみたいな。ヒカルも電車で踊るぐらいにはテンションが上がると、はい。そうだね。それぐらいのテンションのあれゲージがあるらしいです。上がっちゃうぐらいの。じゃあいつもテンションが高いヒカルンは？ヒカルンじゃない。ミス。ミスは？ミスです。ごめんね、ヒカルン。ヒカルンミスだよ。私、うん、テンション上がる曲ですか？うん。でもさっきもモノマネしてたじゃないですけど、うん、桃色クローバー Z さんなんで、うん、ワニとシャンプーって曲知ってますか？あるあるありますね。あれはもうライブでも鉄板なんですけど、うん、みんなでもこんな踊っちゃって、うんうんうん、もうあれやるとそう、うりょうなんかもう踊っちゃって、電車でもなんかついこうなんか下の方でやって、下の方でこうやっちゃう、やるのか、もう持ってる手でね、前紹介してくれた、あのサイリンは持たないよ、サイリンは持ってる手でなんかもう祝大みたいな、この辺のことでやっちゃうみたいな、やっちゃうみたいな、結構あります。いや、そのももクロのアーリンの真似をここでここでラジオ流れないじゃん、ユーストリームの人はほらお茶の間の延長だから、お茶の間の延長3,2,1 どうぞ。はーい、あ、はーい、お肌のお手入れキュ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 、アーリンのほっぺはプニ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 ピチピチでしょ、ピチピチ、はい、お前のクローバー Z のアイドル担当アーリンクの佐々木彩香です。これできない、歌丸の方が上手いです私、歌丸の方が上手かった、ごめんなさい、今度歌丸に披露します。わかりました。ミスだって最初ミスだったけど、直したらちょっとアーリンになったね。最近やってないからちょっと失敗した、下手になった。続いてはレインボーエクスプレスです。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。7月4日東京都水の科学館でミニ七夕工作が開催です。7月5日メガウェブで
スプラッシュ新曲発売ミニライブが開催です。7月7日東京カルチャーカルチャーで農業七夕そうめん祭りかんつま&ご当地そうめん味比べが開催です。気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてください。続いてはこのコーナー、始まりましたシーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものをリスナーの皆さんに独自のやり方でおすすめするコーナーです。今週も2人におすすめ商品を持ってきてもらっています。今回のテーマはちっちゃいもの。ちっちゃいもの。ちっちゃいもの。女の子ってほらミニチュアのさ、なんか、うん、お菓子の消しゴムみたいな、はい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 、好きじゃないですか。昔からね好きですね。そうそうそう、小学校だから。ちっちゃいものクラブ代表として何か可愛らしいちっちゃいものをご紹介くださいということで、まずミス、はい、何を持ってきてくれましたか。女子力のかけらもありませんチロルチョコミニです。かわいいよ。かわいい。チロルチョコかわいいよ。これミルク、うん、あ、そっか、ミルク。一番多分定番の、そうそうそう、牛柄のパッケージのやつだ。あ、美味しいんだ。中に白い、そうそうそう、白いやつ入ってるやつ。好き好き。甘くて美味しいやつ、うんうん、やっぱ私いつもチョコ食べてるってもう結構皆さん知ってると思うんですけど、ね、うん、いつも箱でね、そう、ダンスを食べてるんですけど、うん、足りないんですよ待って、12個入ってるよ。12個入ってて足りないの、うん、でももう1箱買っちゃったら私24個食べようになっちゃう。確かにね、1粒じゃやめらんないの、うん、そんな時に単品で売ってくれてるこの子確かに超いい、まあ、チョコが溶けそうなぐらいチョコ愛が熱いよ。愛よ。しかも21円ですから、うん、手軽ですよ、うん、そうだね、うん、そパクって食べたら美味しくて21円お財布の小銭で買えちゃうよ。そうよ、だから、うん、もうこれ5個ぐらい食べたくなるだもん、ね、100円超えた100円超えたよ105円みたいな、うん、そう、いや、女子力よ、ある意味、うん、かわいいものいいですね。かわいい、うん、かわいいかわいい、ね、コメント困らせていや、女子力はギリあるということでね、ミスの大好きなチョコレートをご紹介いただきました。はい、光るんるん。はい、私が持ってきたのはこちらです。女子力、はい、紫色の、なんだそれは、ミニアルコール消毒の持ち運べるやつなんですけども、こちらフィッツコーポレーションから発売になっているボディファンタジーフレグランスで509円です。500円なんだ。そう、なんか外出先とか食事前にこうやってね消毒を、そう、シュッとして、そう、でさっきそれなんか、いい匂 い,、うん、いい匂いしすぎてご飯前に寝るぞなんだもんだから、ホットドッグとか手に持つものは食べたくないねって話をしたら、偶然だとまずくなっちゃう可能性があるのでうん、そう、いいのか、それ、お手洗いとかかな、30分前ぐらいの、30分前、あ、もう時間指定でね食べる30分前、お手洗いで匂いがちょうど消えるぐらいのね。そう、さっきやった光るんがやったの買いだけど、なんかいい感じにお風呂と相性が良さそうな、なんか石鹸みたいな感じの匂いだね。ここに置いとくだけ匂いしない、する、ね、した今日はこの匂いに包まれながら、あ、いい、やった、放送したいと思います。いいものありがとうございます、うん、これミニサイズがね、確かに置きやすいのでね、確かに可愛いし、見た目気軽に食中毒の季節に向けてこれバッグにも付けられるんですよ。あ、してみてください。確かにね、はん、なんかカバンの取っ手みたいなのも付いてるからね。 確かに。そしてその綺麗な手でチョコレートを食べる。そうね、私後で食べたいからちょっと貸して、30分前に貸してあげてということで、本日のシーサイドマルシェはちっちゃいものを紹介しました。次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー、始まりました、お待ちかねシーサイドお題バトル。このコーナーは毎回違うお題で14シーサイドイメージガールにお台場のプレゼンバトルをしてもらいます。採点は3項目を5段階で判定します。合計15点満点ってことです。その3項目とは、お台場に関する知識力、リスナーに伝える表現力、イメージガールとしてのお台場愛の3つです。これを入れてお台場を好きにアピールしてください。はい、はいはい、それでは早速今回のお題は秘密。秘密、秘密。なんかお台場の観光スポットって有名な場所もいくらでもあるんだけど、まあ、ちょっと知られてない、できれば教えたくないみたいなところがあれば、秘密スポット教えちゃってください。アピールの仕方は自由です。持ち時間は1人30秒。では早速準備はいいかしら。頑張ります。ミスからレッツバトル。はい、私この間レガットの大会で、あのお台場海浜公園に行ってきたんですけど、うんうん、そのお台場海浜公園と、うん、とデックス東京の間の道路があるんですけど、はいはいはい、道路沿いのここのそのね、うん、海浜公園側にペットと一緒に入れるお店がいっぱいあったんですよ。それが結構周りを見るとワンちゃん連れてる人がいっぱいいたんですよ、うんうんうん、そういう人たちと一緒に入れるお店がデックス東京の中に入らなくても
あって、うん、海がちょっと見えて、いいなって思ったのが印象的でした。カン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 。いや、30秒。そう、でも私あんなとこ知らなかったから、中入んなくてもあるんだな、お店ってって思った。実体験が元になっていてよろしいですね。ありがとうございます。では続きまして、ヒカルンルン。はい、レッツバトル。はい、男性の皆さん、デートプランにお困りではないですか？実はお台場にそんな皆さんにおすすめのあまり知られていない絶景スポットがあるんです。その場所とは台場公園、別名第三台場と言われているところなんですけども、私的第三台場のおすすめのポイントを紹介します。まず1つ目、お台場のすべてが見渡せる場所にありながら、その場所を知っている人は少なく、かなりの穴場スポット。2つ目、ベンチや芝生に座りながら眺める水面に映るライトアップ夜景はかなりロマンチック。で、3つ目、人通りも少なく聞こえてくるのは波の音だけで、なのでデートムードはかなりね盛り上がると思うので、カン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 、ぜひ皆さん行ってみてください。終了、はい、結構長く喋ったわね。長かった。では判定に移ります。ミス4点、はい、1点、3点、合計8点。ありがとうございます。ヒカルンルン3点、2点、2点、合計7点。ということで、ミスの勝ち。ありがとうございます。おめでとう。なんか、レガッタのね、知識が入ってたのでいいなと思いました。ありがとうございます。ということで、イメガンになった気分で皆さんもお台場を楽しんでみてください。はい、さて、この後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週は空耳の皆さんがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで一曲お聴きください。井上園子で大切な君へ。
お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、こんにちは。空耳です。ボーカルのやかです。ベースのジュナです。かぶっちゃったね。ギターのウニです。ドラムのタムタムです。本日空耳を初めて聞くという方も多いと思うのですが、はい、ウニちゃん、空耳ってどんなバンドですかね。はい、空耳とはですね、はい、はい、去年の2月にこの今の現体制になって、最初はアニソンカバーを中心に主に都内でライブをしてました、うん、ガールズバンドです。はい、声だけじゃ半ね、分かんないからね、ちょっと声通んないからさ。それで、最近はオリジナル曲を増やしていて、ライブ活動の範囲も、東京の都内に加えて、最近は大阪とか名古屋とか神奈川県内とか、各地いろんなとこ飛び回って、まあ、一人でも多くの人に空耳を知ってもらおうっていう活動を今頑張ってやってます。はい、よくできました。ありがとうございます。ありがとうございます。そのわけで今日は生放送ということで、どうみんな、タムタム、とってもワクワクしてます。なんかすごい、ね、台本みたいな。うちらまだ生放送慣れてないから ね、ちょっと事故を起こさないように頑張りたいと思います。頑張ろう、頑張りましょう、みんな。今日は力を合わせて頑張ろうか。頑張ろう。はい、で、私たち2015年6月17日にファーストシングル JKP をリリースしました。そしてこのシングルについては番組の最後に詳しくお話しするので、ぜひ最後まで聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、今週この時間は空耳がお送りします。それでは早速ここで1曲お送りします。空耳で JKP。 言えた。はあ、よかったね、ちゃんと揃った。この間ね、この間もその前もだよ。言えなかったのに。よかった。映ってる？映ってる。後半もよろしく。今日は光るんだな。あ、これはさっきの。あ、そうそうそう、恥ずかしい。なんかさ、前髪がさ、ハゲてる。うん。でも大丈夫、こっちから見えないから。でもなんか今映ってた感じ、前髪が分裂してる感じ。よし。え、あ、なんかさ、でも波平さんみたいな毛出てない？ちょっと直して。いや、なんかこの産毛がさ、それどうすればいいの？剃る？描く？描く。毛を描けばいいかな。産毛ってさ、伸ばし続けたら前髪になるんじゃないの？いや、産毛はもう産毛止まりや。え、でも産毛って相当伸びない？伸びたの、産毛止まりがもみあげじゃない？え、もみあげじゃない？でも私もみあげ剃らなかったらここまで。S 字フックって言われてる。ゴルゴ3世。ルパン3世。どうです？ JKP。 JKP。 これどこに？ジャケット、うん、あのカメラかな。これさ、 CD オンリーと DVD がセットとなっている2種類組が、うん、ジャケットも2種類。みんなどっち好き？ね、CD のみの方がジャケットは可愛いんだよね。でも DVD なんか差が600円だけだから、それだったら DVD ついてる方がってなるけど、うん、ジャケットは CD のみの方が可愛いっていう、うん、あ、それでうまくさバランスが取れてる。じゃあどっちも。それみんな DVD 買うわな。なるほど、確かし顔が長くなっちゃった。顎がね、元々なのにさらに長くなってんだ。これ合成したの？顎だけ。伸ばす意味ある？ジャケシャレよりによって。でもなんか伸ばしたことによってインパクトがさ、まあ恐竜みたいかもしれないね。そんなことないの？ティラノサウルス。ティラノサウルスかっこいいじゃん。いや、なんかもうすごい凶暴じゃん、あれ。え？あ、ごめんごめん、あ、ちょっと目合っちゃった。これ置かれてるの？うん。ティッシュない？ティッシュ？え、待って、鼻かむの？Tシャツのこことかさ。どう？Tシャツ。でもいろいろついてるんだよね、すでに。何がついてるの？やだな。いや、過去の。過去の栄光が。カレーとか。カレー。うん、まあ、そっか。いろいろ作っちゃう。はい。今日なんかみんな服バラバラだね。
いつもバラバラじゃん。いつも統一感ないよ、うちら。え、割と被ってたり。ああ。被せてくるんじゃん。いやそんな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 。じゃあ今日の服のテーマ教えて。今日の服のテーマはお下がり。誰の？あの、前一緒にバンドやってた子からもらった。似合ってるじゃん。ありがとう。なんか、おとぎ話。そう、ちょっと前までパッツンパッツンなんだけどね。ちょっと痩せた。ちょっと、あの、チャック閉まるようになって。よかったね。よかったよかった。着れる服増えた。ブンってやったらパンって飛ぶんですよ、ボタン。あ、いや、これボタン、付けボタンだと。そんでも別に。そうだね。いいことはない。うん、そろそろエンディングだね。ちょうどうちらめっちゃヘドバンしてる時だな、これ。頑張ってる時だ。タム。え？あれ？歌わなくていいの？あ、今日はね。今日は。喉の調子が、ね。ギャラが発生しちゃうから、ここでタム。そうなんです。10円ぐらいでしょ。10円。今聴いていただいた曲は、空耳で JKB でした。さて、今日はお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに空耳についてより知ってもらうためにこんなコーナーを用意してきました。題して教えて空耳のコーナー。私たちの前にはどうした？私たちの前にはバラバラになっている紙がいくつか用意されてるんですよ、はい、ちょっとラジオのみの方は見えないのですが、はい、で、その紙にですわですわその紙には質問が1個ずつ書かれていまして、引いた人が答えるという形式を取っていきたいと思います、うん、はい、はい、じゃあ最初はボーカルのやかちゃんお願いします。してまーす。でデレン、なになに、ドン、アニメソングを中心に活動していくきっかけはっていうこと知りたい。一番真面目な質問が最初に来ましたね。一番真面目な質問、ちょっと真面目な質問に答えるの大変だな。頑張る。アニメソングを中心に活動していくきっかけとなったものは、でもこの中で一番アニメ好きなのは夜間坊、うん、確かに、ね、確かに寝る時間を削ってストイックにアニメを見てる。そういう頃もあった。もう今ね、まあ、もう見てないんだよね。うちは今オリジナル中心に、ね、そうやってる。空耳がアニソンをやるきっかけになったのはやっぱりインパクトがアニソン、みんな知ってるからね。そうあるっていうのと、うん、ライブでやったらお、この曲知ってるっていう曲を歌った方が、うん、みんなね、楽しいよね、うん、アニソン嫌いな人っていないもんね。確かに、うん、だって文化だから日本の。そ そうで海外にも、うん、うん、人気だしね。聞いてもらえればいいなと思ってアニソンをそれにやっておりました。はい、という感じです。めでたしめでたし、はい、これからねオリジナルをどんどん増やしていこうと思っております、うん、頑張ります。じゃあ次は私行こうかな。アリ、うん、どうぞ。ではベースの私めが弾きます。あれこれ1枚あでーんでーんんおー、私ジュナから見てメンバーはどんな存在。リーダーっぽいね、うん、これは一人一人言えばいいのかな、うん、全体と一人一人。あ、じゃあ全体、うん、まず全体はねここ戻してもらう。全体はね、なんていうの、切っても切れないダメ男と言いますか、なんか、分からない、分からない、なんか離れない存在、離れられない、うん、離れられない、うん、そう離れられない、なんかよく漫画であるダメ男と離れれない主人公とかあるじゃないですか。ダメ、あ、違うよ違う、そういうのじゃなくて、ダメって言われたんだよね。いや、依存しちゃってるっていうこと。うん、オッケー、丸く収まった。難しい。例えば、ごめん、ね、じゃああと一人ずつだとね、タムタムは良き理解者。じゃあ鼻で終わってるけど、あ、じゃあなしで、次はね、ウニちゃんは、ウニちゃんは難しいね、あの
微妙に気を使ってくる時が多いから心がたまに痛くなるんだけど。なんだよ、ね、お兄ちゃん。お兄ちゃんなんだ。ヤカは弟。あ、一人だけ。あれ、なんで分かるわけ。彼氏じゃなかった。彼氏超越してる。そう、よき理解者っていうことだからね。よき理解者だ、うん、お母さん。夫、あ、弟、弟、うん、え、お母さん、お母さんか妻。そうだね、どっち、夫と妻ならどっち。ということで、次はそこはいいの、お兄ちゃん。はい、じゃあ私行きまーす。ティーン、私、ウニのプチ自慢。おー、これはあれしかないね。え、なになになに、え、なんだろう、一発ギャグとかじゃないの。いやいや、待って待って、それも勝手にそういうキャラになっちゃってるだけで。そうなんだ。全然、あ、事務所の方針ね。うん、なるほど。なんかね、そう、まあ、リアルなちょっと自慢すると、私こう見えて関係2級持って。あ、本当に。あの、私ね、関係準2級3回受けて3回と持って、どんどん点数下がってたわ。いや、なんかね、なんだろう、漢字好きなんだよね、めっちゃ。だからちょっと、じゃあ、ウニって書ける。あ、書けるよ。あの、海苔とかさ。海苔は、まあ、なんとなくわかるよ。バラとか。でも、なんとなくじゃ関係ない。そこまで行くのね。キリンとか。ちょっと待って。なんでそんなさ、やっぱ、難しいよ。ダメだ。上には上がいるから、はい。それぐらいで自慢しちゃった。すいません。頑張ります。すごいのにね。いや、ごめんね。準備級落ちたものが見えた。大丈夫。頑張る。じゃあ、今度は一級を目指してね。頑張ります。お願いします。漢字のウニ。うん、ウニは書けるけどね。すごいね。書けないわ、多分。いや、嘘でしょ。あれだよ、雲に、あれだよ、タン。タン。あ、書けるね。うん。あ、簡単でしょ。あ、はい、じゃあ次行こうねー。次は、はい、ドラムを食べた。そうだったんだけど。聞かせてあげる。間違えちゃった。ルルルルルルル。ネバないじめは良くないもんね。私の特技。と言ったらね、これはもう知ってますよね、皆さん、うん、もうあれしかないね、うん、あれね、うん、あれね、なんでこんなちょっとムカつくね。珍しくタムタムが目を大きく見せる。あれですよ、これはもう二重跳び。あ、そっちなんだ。ああ、そっちね。二重跳びね。だ、陸上部でしょ、元。そうなんです。私もやってた。あの、小学校の時縄跳びカードってなかった？あの、体育の時間に。あったあったあった。で、これを何回跳べたら塗りつぶしていくみたいな。私それなんか名人みたいになった。縄跳び名人。何それだったの？でもね、はやぶさの、はやぶさね。三重跳びは1回しかできなかった。あ、わかる。あの、めっちゃくの字。めっちゃくの字になんなきゃいけないんだよね。で、着地の時にもう膝曲がっちゃうから2回目が跳べないんだ。確かに。そう。懐かしいわ。でも二重跳びも最初はそうだったけど、だんだん連続して跳べるようになって、最初はめっちゃ くの字になる。そう、こうひょって ね。で、だんだんこう、そう、進む。進むって。そう、だから三重跳びもいけるかなと思いきや、難しいね。そこで止まっちゃう。だから三重跳びできないから大抵みんなはやぶさに行くんだよ。あ、でも後ろはやぶさとかやってた。はやぶさって何？あの、交差跳び。交差して、2回。あや跳びって言わなかった。あや跳びの二重跳びバージョンってこと？いや、それもあるよ。あやとびの二重跳び。あるある。え、はやぶさは何が違うの？はやぶさは普通に飛ぶ、プラス、あや跳び1回で、1回。あ、二重跳びをして、その次に、あや跳びをして、また二重跳びをして。まあ、まあまあ、そんな感じなんだけどね。あの、はいはい、ね、ググれば出てくるから、ね、動画とかね、めっちゃシュンって。へぇ。名人出てくるから、多分。あと2つ残ってるね。やってみる？やってみる？時間大丈夫な？うん、時間。じゃあ、引く？いいよ。じゃあ、お邪魔します。でーれん。なんだろうね。お、お、一番好きなアニメソング。うん、これはね、空耳で演奏したことあるやつだと、うん、どうしてもベース目線になっちゃうんですよね。うん、私、ベーシストなので、イコールベースを弾いてて楽しいアニメソング。かっこ、空耳バー。うん、だと、私、魔女っ子めぐちゃんが大好き。あ、いいよね。みんな、うん、あのアレンジ私もすごい気に入ってる。あのね、いいよね。イントロがベースがてってでん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 っていうのが伝わるかな。このミュートスってでっていうのが好きなんですよ。ベースらしいね。ありがとう。でもね、空耳でやってない曲も入れていいんだったら、私タイトルわかんないんですけど、ボボボボボボボっていうアニメでやったオープニングのなんか。
あのビンビンマッチョでオーエーオーみんな好きじゃん。どうも大好きだよ。ありそうな嫌いな人いないからね。アニソン世界を救うやっぱ。ボーボーキャラ何好きだった？ドンパッチ。たむたむヘッポコ丸。たくさん。たくさん。あ、じゃあ、所天王寺です。あ、じゃあみんな分かれたね。あ、惜しい分かれた。惜しい分かれたね。うん、喧嘩なんだ。とりあえず私のボボボよみたいな。ボボボはでも主人公だからみんなの人がいいんじゃないか。私めっちゃ練習したもん、ボボボの人。あ、私も書けるよ。私も書けるよ。じゃあ今度どっちが上手いか、うん、だったりしようね。どっちが上手いかやろうよ。じゃあ負けた方は1ヶ月給料なしな。え、その給料どこ行くの？うちらあ、うちら。そんなわけで空耳のコーナーでした。はい、ありがとうございます。そんな私たちですが、2015年6月17日にファーストシングル JKP をリリースしました。はい、タムタム、これはどんなシングルでしょうか？はい、これはですね、先ほど紹介した JKP が収録されている、うん、空耳初のオリジナルシングルでございます。うん、イエイ。なんか今アニソンについてめっちゃ語ってた。ちょっとオリジナル押しづらいけど。いやでも、ね、ずっとアニソンをカバーしておりましたが、うん、ついにですね、オリジナル出せたということでですね。ね、嬉しいよね。うん、もう JKP について、タイトル JKP、 これはじゃんけんポンっていう、うん、かっこよくね言ったんだよね、 JKP ね。JKP、うん、頭文字を取りまして、うんうん、題しました。イントロがちょっと歌謡曲チックな始まりになっておりますが、うんうん、あ、間違えちゃった。あ、間違えた。出だし、はい、出だし、出だしは歌謡曲チックなんですけど、うん、イントロから急にロックな感じに変わったかと思いきや、うん、Aメロでポップに変わるっていう、うん、そういう曲展開が盛りだくさんな曲でして、そこが聞きどころですね。ねえ、そのイントロのロックなところから A メロのポップになるところは私たちライブでよく演奏するんですけど、うん、そこはあの顔の表情にもね、伝わりますよね。ロックな時にはこう歯を食いしばって頭を振るんですが、うん、ポップになった瞬間に歯をむき出しして笑うというパフォーマンスがもれなくついてくるので、ぜひライブに。むき出しって表現ね。違う、何が難しいって言えばいいの？歯茎を難しいね、日本語。歯茎をむき出し。違う、それはその人の歌い方によって。そうだよ、人によって違うよ。歯茎まで似てなくていいじゃない、別に。でも歯茎が出ちゃうのはうち親になんだけどさ。というわけで、はい、ライブにも遊びに来てほしい。はい、はライブでいつもじゃんけんを、うん、やるね、うん、みんな全力でこうやってバーンってやってるよね。勝負ですからね、この曲は、うん、やっぱりね、うもう勝つか負けるかちょっと歯茎がさ、頭の中から当たるよね。誰？歯茎。それではここで私たち空耳の今後のスケジュールをやかさん、はい、お願いします。はい、今ただいまですね、その JKP のレコ初ツアーを実施中でございます、はい、で一番近い日付が7月14日の名古屋で、その次が7月15日大阪、うん、そして最終日が7月18日の横浜ベーシスであります。はい、はい、でこれね、レコ初ツアーってことで、うん、みんなでじゃんけん大会をしておりますので、ね、皆さん勝ちに来てください、うん、そしてその次7月29日が音玉に出演できます。嬉しい、嬉しい、嬉しい、ね、なんか夏って感じだよ ね、 はい、そして暑い夏はまだまだ続き、8月6日と私たち空耳は自主企画イベントで魔女カーニバルというものをやってるんですけど、うん、それが8月でなんと1周年ということで、魔女カーニバルスペシャルを開催します。スリーマンで開催いたします、うん、イエイイエイ。で場所がツタヤオーイースト、うん、でかいね、うん、なんとこの日はスリーマンということで、うん、
フィリップさんと、はい、ガチャリックスピーさんと空耳で。空耳ってどんなバンドなの？あ、空耳っていうのはですね、いや、ごめんごめん、それもんや。ケントとロックなガールズバンドで、やります。イエーイ、イエーイ、いや、来てほしい、来てほしいね、来てほしい。空耳応援隊が必要だよね。そうそうそう、人生のターンポイントとでも、うん、ターンニング、ごめん、回っちゃうね、いいや、戻っちゃう。そして先日発表されました、すごくすごく大事な、うん、大事なお知らせがあります。空耳セカンドワンマン、ドレミファソラミミ、9月だし全員招集っていうことで、セカンドワンマンが9月13日に渋谷 WWW であるので、もうこれ一番来てほしいです。お願いします、お願いします。全員招集ね、してほしいね、招集命令です、招集命令です。はい、ということでそろそろエンディングです。皆さん本日はソラミミいかがでしたか？どう、私たち自分たちの反省は、うん、まあもっと、まあ、これがうちらだからね、うん、ありのままのね、うん、ここからね、ここから徐々にべしゃりも鍛えていきたいと思います、うんうん、べしゃりも、べしゃり、わかりづらい、ごめん、しゃべり、しゃべり、しゃべり、よろしくお願いします。お願いします。本日のお相手は空耳のボーカルヤカと、ベースのジュナと空耳ギターのウニと、ドラムのタムタムでした。ありがとうございました。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れです。空耳でダーリン。
お台場レインボーステーション、楽しんでいただいてますでしょうか。さて、ここからは番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。はい、今週は私、桃井みすずが紹介したいと思います。みす、お願いします。はい、本日ご紹介する映画はチャイルド44、森に消えた子供たちとアベンジャーズ、エイジオブウルトロンの2本です。まずはチャイルド44、森に消えた子供たちをご紹介します。ところで2人はですね、犯罪がない世界がもしあったら行ってみたいと思いますか？それは行きたいですよ、うん、犯罪のない世界、怯えなくていいもん。そう、怯えなくていいもん。なんかもう鍵とかも開けっぱなしで出かけるそうね、うっかり忘れても全然問題、空き巣とかない、うん、殺人もないみたいな。安全、安全、いいね、住みたい。そうね、やっぱそんな国があったら行きたいよね、うん、行きたい、行きたい。そう、犯罪がないってことは本当に素晴らしいことだと思うんですけれども、うんうん、それがもしも意図的に作られたものだとしたら、え、その裏では一体何が起こっているのでしょうか。どういうことなの。それでは早速ストーリーをご紹介したいと思います。はい、1953年スターリン独裁政権下のソ連は犯罪など存在しないという夢のような理想国家を掲げていました。しかしそんなソ連である共通の印を残した子供たちの変死体が次々と見つかります。総勢44人の子供たちの変死体、発見場所が3巻にもかかわらず死因は溺死。しかし殺人は国家が掲げる思想に反するとして、全ての事件が事故として処理されていきます。秘密警察の捜査官であるレオは、親友の息子が被害者の一人となってしまったことをきっかけに、この不可解な事件の解明に乗り出します。しかし捜査が進み真相に近づくほど国家に狙われ、レオの愛する妻ライーサには不当な容疑がかけられます。犯罪などないと真実が隠蔽され続ける偽りの楽園で、レオはこの事件を解明することができるのでしょうか。監督は母国スウェーデン史上最も稼いだ映画の一本と言われるイージーマネー、そしてデンジャラスランで知られるダニエル・エスピノーサ。主演レオ・デミドフ役を演じるのはブロンソンで、実在する囚人を演じ世界中から注目を浴び、また現在公開中の大ヒット映画マッドマックス怒りのデスロードで主演を務めるトム・ハーディ。妻役にはミレニアム、ドラゴンタトゥーの女でスウェーデンアカデミー賞主演女優賞を受賞したノミオ・ラパス。ロシアでは発禁本となった全世界震撼の問題作映画チャイルド44、森に消えた子供たちは本日7月3日より東宝シネマズみゆき座ほか全国順次公開です。おー、すごい物語です。気になるね。すごくこれちょっと気になってて、うん、なんかもう完璧なストーリー、完璧な映画化ってすごい続々と声が届くくらい。そうなの。すごい映画みたいです。へー、ちょっと私もこれは見るしかないな、見るしかないと思ってます、うん、ちょっと重い話だけどね結構、うんうん、見ていきたいと思います。さて続きまして、アベンジャーズエイジオブウルトロンをご紹介します。戦う実業家アイアンマンことトニー・スタークをはじめとする最強チームアベンジャーズは何度も人類の危機を救ってきました。そんな彼だからこそアベンジャーズの手に負えない敵が現れた時、誰が人々を、そして地球を守るのか、戦い続ける中でいつかそんな敵が現れることを恐れていました。そんな悩みを抱えた彼は禁断の平和維持システム、人工知能ウルトロンを起動させ、完璧な平和を維持しようと試みました。しかし人類への愛などない人工知能が進化を続け選択した究極の平和とは、地球の平和を脅かす唯一の存在である人類を抹消するということでした。そうなるか。世界中の都市を襲う危機に再び集結する最強チームアベンジャーズ、人類滅亡という史上最大の危機にさらされた彼らに残された唯一の武器は、愛する人を守りたいという思いだけです。絶体絶命の最強チームアベンジャーズとこの世界の運命はいかに。監督は前作アベンジャーズ、またトイストーリーでアカデミー脚本賞サタン賞を受賞したジョス・ウェドン。主演はアイアンマンシリーズチャーリーで英国アカデミー賞主演男優賞を受賞したロバート・ダウニー・ジュニア。その他の主要キャストも引き続き豪華キャストが出演しています。
魂を揺さぶる感動のアクション映画アベンジャーズエイジオブウルトロンは明日7月4日より東宝シネマズ六本木ヒルズほか全国ロードショーです。はい、ミス、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。結構対照的なテンションの、うん、そうね、ちょっと1本目がドンって感じ、うん、そうね、曲も流れてたけど、曲もね、こんな明るい曲じゃなかったよ。そうみたいな雰囲気がね、結構重々しい曲だったから ね。アベンジャーズはやっぱこう戦うヒーローも、うん、やっぱヒーローがいっぱい出てくる映画だから、きっとどちらも没頭できるに間違いないね。そうですね、間違いない。ぜひぜひ皆さん見てみてください、どちらも今日の新聞でもそうドドンって一面に、ね、出てたの、両方とも流れてるからね。すごいね、掲載されてるか、掲載されてるからね。そうそうそう、こっちにチャイルド44とこっちがアベンジャーズ、すごいですよね。チェックして、うん、はい、ぜひぜひ劇場にも足を運んでみてください。さて、はい、そろそろ番組もエンディングなんですが、ここでもう一度インフォメーションをひかるんるんお願いします。はい、各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、カルンルンありがとうございます。はい、今日はテンション低めとか言われてたけど、ちゃんとできたかしら。できたかしら。高かったんじゃない、でもちゃんとね、うん、結構ね、やっぱ途中で、ね、バナナマンさんの話とかこう入れてきたから、多分そこの時がね、多分今日一番だったんじゃないかな。時間高かったかもしれない。ギュンって上がった。そうそうそう、効果の上がり方が違ったもんだって、はい、うん、ね、ギュンって。ユーストリームの方ではミスがモノマネをしたりね、はい、そう、ちょっとそうあれ似てる部分じゃないとこやっちゃったから、ちょっとね、そう言ってた、あのね、終わっ、一回こう吐けるときにね、うん、いや私歌の方が似てたんですけどずっと言ってたからね、歌の方もね、はい、今度のタイミングでね、ちょっと練習してきますわ、プロね、光る、楽しみ楽しみ、やばい、まずい、しばらくこの2人とラジオやめてくださいちょっとしばらくお願いします。いや次のスケジュールも押さえといてください。あーやめてあげてまだ早い、まだ早い、はい、ということで、はい、2人のテンションもだんだんいい感じに上がってきたところで、夜はまだまだこれからですが、番組は終了の時間となってしまいました。はい、お送りしてまいりましたお台場レインボーステーション、今週のお相手は、はい、第14期シーサイドイメージガールの桃井美鈴と、同じく長松光と、メインパーソナリティは服部あゆみでした。それでは良い週末を。お台場 TV とワッチミー TV をご覧の皆さんにはもうちょっとだけお付き合いいただきます。レインパーソナリティって言っちゃった。雨かな。そう、ちょっとね、雨なんですね。天気に引きずられちゃって。そうですね、やっぱ雨ひどかったから、うん、ありがとうございます、優しくフォロー。レインパーソナリティだから、もうあゆみさんが来るときはいつも雨ってことでしょ。そう、うん、うん、そういうことにしといて、うん、そういうことしといて、うん、ありがとうございますね。でね、私はユーストリームだけになったら言おうと思ってたことがあるんですよ。はい、ヒカルンに、はい、私とあゆみさんが、あ、私とあゆみさん、私と同一人物だね今日ダメかもしれない私とミスミスでーす。ミスがモノマネしたでしょ。そうだ、ヒカルンもモノマネか。ぜひバナナマンの、バナナマン日村さんがよくやる、え、何、子供の頃の、うん、をやってほしいなと思って。どんなだっけ。あどねー、あーどこでーってやつ思い出した。あ、わかったわかった、よし、え、マジで今やってやってえ、やったことないんだけど、どうしよう、うん、一皮むけてください。え、どんな感じ。こういう感じ、いきます、うん、かわいいね、こういうところがかわいいんですよ。じゃあ3219ってやるから、そう、アドデー僕で、はい、大きくなったらパパみたいな力士になりたいだよって言うんだよ。はい、完璧だな。3219アドデー僕で大きくなったらパパみたいな力士になりたいのにただただ光の泣いてる時だったけど大丈夫泣かせて言わせたみたいな時大丈夫最後の方ね、もう助けてって顔でこっちを見てこれが光のテンションマックスでございます。可愛いです、はいはい、とよし練習しておきます。これ私は満足です。私も大丈夫、ね、可愛かったから。じゃあ次回会った時にする振りが決まったということでね。
はい、練習してきますっても言ったもん ね、やっぱこの2人とはね、もうしばらくね、ちょっと私どんどん重量と NG になってくみたいになってきますけどまあそんなことないということで、はい、来週の放送にはね、雨が上がってるといいね、メインパーソナリティからメインに、あのサニーパーソナリティになれるように頑張りますのでなんすかもう、それを祈りながら、七夕も晴れることを祈りながら、そうだ、晴れなきゃ、良い週末をね、3人で一緒に行って締めましょうか、はい、はい、せーの、良い週末を。